ミニっていうところ真ん中、ちょうど真ん中くらいまであれば適正の位置になりますから、でこれを乗る前にですね確認してください、はい、ひょっとしたら泥とかいっぱいくっついてオイルが漏れてて気づかないで使われて、でどうしても壊しちゃう場合があります。こうかな、はい、ここのところですね。これ乗る前にですね毎回やってください。エンジンを焼くつくと高額な修理になりますし動かないですから、これを気をつけてください。はい、でまあ拭いてこの切り欠きありますけど、ここの切り欠きと切り欠きをこれ合わせてもらって差し込みます。ちょっと緩やかにしたらカチャンって入るところがあります。そこから右に回してロックです。そうすると止まります。これは普通のエンジンオイル、これはエンジンオイルですね。はい、じゃあどうしましょうね。今日まず最初簡単に点検してもらったとことか、はい、もうお客さんでもできるところですね。あ、はいはいはい、はい、でちょっと忘れたんですけど、こっちにこれエアフィルターって呼ばれるの、はい、これはちょっとこれ取り外ししづらいので、ここプラスドライバーでここちょっと緩めてもらって、筆からこのロック外します。ちょっとプラスドライバーも、はい、まずこれちょっと緩めてもらいます。これ左に回すと緩む方向です。ホースバンドがこうフリーになる動くぐらいのところまでやってください。でロック3箇所あります。上ここの奥ですね、リザーバータンクのところで下にもあります。そして引っ張り出します。ちょっと硬いんですけど、で引っ張り出したところで外れます。そうするとこの中見えますよね。これがアウターフィルターです。これ初回と今回のやつ書いておきましたけど、まあこれを引っ張り出します。でここに蛇腹みたいなのがずっとついてるんですけど、外から圧縮空気を吹いちゃうと目詰まりしてきます、うん、でこの中の方からエアーのダスターでスーッと吹く、まあ、この中ここから圧縮空気入れてやればホコリが上に回ってきますから、そうするときれいに抜けやすくなる。で掃除が終わったら中にしまいます。これがインナーフィルターです。これほぼ外でこしちゃってるんでほぼ汚れないんですけど、これも2年目ぐらいにはもう一緒に交換された方がいいです。でこれはもう来年交換してください。しっかり押し込みます。でこれを差し込みます。でこれ差し込んでいきます。ちょっとこれ差し込みづらいんですけど、まずこれをトップって書いてあります。トップって、でこれを上に向けてください。で差し込んだらこれまずちょっと蛇腹を入れます。こっちでですね、奥で引っ掛けてください。ちょっとこれ手届きにくいんで、うん、大変かと思うんですけど、
まったのは、まあ、ロックはまったのを確認したら、今度はこの下側を締めます。これで完了になります。でこれもあのほこりっぽいとこをされた場合はもうその日のうちにもう開けてもらって掃除してください。でこれをあの掃除するのを忘れるとですね、あの人間でいうとあの鼻ふさがれたって言ったら水回りになって、そうするとエンジンもあのきれいな空気を吸い込んであのピストンって呼ばれる中にあの燃料と一緒にあの入れてですね、あの爆発させてるんですけど、目詰まりした状態だときれいに燃えないので、あのエンジンの馬力が落ちます。で適正に保つためにはこのエアフィルターの掃除を忘れないでやっていただきたいと思います。あと外から見えるあのラジエーターの不凍液のリザーブタンクって呼ばれます。でここに印つけてあります。でここにあの印つけてあるところまで水があれば OK です。でなければここのキャップを開けていただいてちょっと補充していただくような感じになります。ただあのホームセンターに売ってるあの赤色のロングライフクーラントとか緑色のやつっていうのは使えません。これは OAT クーラントってあの特殊なやつ使ってますんで、あのもし減ってあの必要な場合はあの営業所まで問い合わせしていただければあの20リッター間であの提供ができますので、その時はよろしくお願いします。で混ぜるとあの中のラジエーターが腐食したりとかオーバーヒートの原因がありますので、それはお控えください。これまだこの都度今補充してもらってるんですか？まだ一回も今まで補充してないんですか？うん、これまだしてないんで、だいたい2年に1遍ぐらいで構いませんの で次交換するときは、まあ、あの私ども来てやりますので、通常はここ の, あの水の量だけ確認していただければですね構いませんの で、ここの点検が終わりました。次にこれがブレーキのあのオイルが入っているタンクです。でちょっと見づらいんですけど、ここにマックスとミニって書いてあります。ちょっとここのところ文字が見えてるんですけど、これがマックスの位置です。でミニの位置です。だいたいのマックスの位置ぐらいにあれば構いませんのでここはお客さんが補充するところではないんですが、極端にオイルが減ってるとかっていうことであれば、ブレーキのパイプからどっかオイルが漏れてるとか、湿式ディスクブレーキなんで、そこの中の、パッキンがへたって、ミッションオイルのケースの中に入ってる場合がございますので、ここの、オイルが目に見えて減るようであれば、ちょっと、連絡いただければですね、その時に点検をしますので、ここのところはお客さんが目視で緑色の液が見えているかどうか、今ケース新しいんでこの境目が見えていると思いますけれども、このマックスの位置にあれば構いませんのでよろしくお願いいたします。じゃあちょっと後ろですね、後ろの方なんですけども、ここの方に印つけてあります。ちょっと見づらいと思うんですけど、ここに黄色い輪っかみたいなのがついて、白いペイントでつけてあります。これがトランスミッションオイルの量の点検と、もしくはトランスミッションを入れるときに使われるキャップです。これ、1個抜くと抜けます。で、ここの切り欠きがあるんですけど、そうですね、こういって切り欠きがあります。で、ロアリンクをいっぱい下げた状態。で、エンジンを停止した状態で、この真ん中の切り欠きにオイル、今当たってますけど、ここにあれば OK なんで、大丈夫です。これよりもずっと下にあるとか、当たってないということであれば、オイルがどっか逃げてるか、あとはリモコンを使った後に、作業機の方に逃げてる場合がございますので、これ毎回、
ロアリンクを下げた状態でエンジンを停止で、動かした場合は最低でも5分待って、それから点検をしてください。で、終わったらこれを差し込んで終わりです。